さあ、着いたよ。ここだ。これは…スズランの群生する草原なんて珍しいだろう。ここは俺にとって特別な場所なんだ。よかった。連れてきた甲斐があったよ。俺、ずっと人探しをしているって言っただろう。ああ。絶対に探すって偉そうに言ってたけどさ。実はもう、やめようと思って。君に命を大事にするように言われて気づいたんだ。自分が意地になってるだけだって。もうあの子には会えないのかもしれないって。ようやく受け入れられるようになったよ。簡単に諦めてしまっていいのか。探し続ければいつかきっと。もう死んでいるんだ。死んでいるんだよ。何が起きたかなんて分かってる。ノーラはあの日ここで魔物にやられて。だけどどうしても受け入れられなかった。彼女は生きてるって信じて必死になって探して。取り乱してごめん。こんなこと言われても困るよね。でも君には伝えなきゃいけない気がしてさ。これからはどこか小さな村で静かに暮らすよ。話を聞いてくれてありがとう。マリア、大丈夫？な、何これ？アルマ、遅いな。ご飯できてるのに、どうしたんだろう。どうしたの、その怪我。逃げろ、ノーラ。魂狩りだ。早く外へ走って。繰り返っちゃダメだ、走って。クソ、あんなものまで。みんな、逃げるんだ。大丈夫だ、心配しなくていい。何？ノーラ、またスズラン畑で。アルマ、待って。アルマ、私も。トル、お願い、殺さないで。これこそ私が探し求めていた魂。素晴らしい。
今の。待って、君も同じものを見ていた。私はここで襲われて、俺は君を逃がそうと必死で。アロマ、ノーラ、ここでまた会えるなんて夢にも思ってなかった。やっと会えたよ、ノーラ。アロマ、また会えてよかった。やっぱり生きていたんだね、ノーラ。でもその姿は。今は人間じゃないの。オーディン様に作られた世界救済の任を追う親族。世界を救う。そんな命令なんて聞かなくていい。俺と一緒に逃げよう。逃げる。君は人間なんだ。神のしもべとして戦う必要なんてない。アルモ、ごめんなさい。まだ行けない。どうして。心はノーラでも、この体はヴァルキリーなの。親族としてやるべきことがまだ残ってる。どうしても君がやらなきゃならないことなのか。私にしかできないの。だからここで逃げたら永遠に後悔する。そうか。ごめんね。違うよ。ついていけないのが悔しいだけ。待ってるから、行ってきて。ありがとう、アルマ。行ってくるね。行ってらっしゃい、ノーラ。気をつけて。世界は元に戻るのかな。心配ないよ、ノーラ。人は希望があればどこまでも頑張れるからね。希望、そうだね。大丈夫。世界はもう全ての人々のものだから。